じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。食べる？あれ？やった！砂糖水塗ろうっと。あれ？やった！あれ？あれ？やった！砂糖水塗ろうっと。
やった。さっきうちの父ちゃんに着替えを届けるのに山に上がっていこうとしたら橋が流されちゃって、どうにもこうにも川を渡れないんだよね。7月の大雨でいろんなとこの橋が流されちゃったんだ。
病室にはいつの間にか、多分私が知らないうちに入院したのであろう、一人の少女がいた。私が彼女の名前を聞くと、教えないよ。え？なんで？君が驚くから。ねえ、お姉ちゃんは何の病気なの？胸、心臓なの。でも、最後までよくわからなかったんだ。ねえ、僕またここに来てもいいかな？うん、いいよ。でも、え？何？いや、なんでもないの。ねえ、君は、悲しいこと、平気かな？え？どういうこと？いや、やっぱりなんでもない。ねえ、君は、悲しいこと、平気かな？え？どういうこと？いや、やっぱりなんでもない。こんなとこにいたのかい。もう飯の時間だ。帰るぜ。おばちゃん。はーい。今日は何でしょう。おっきなお風呂入るの。いいですか。うん、いいわよ。じゃあみんながご飯食べてる間に入ってきてね。ありがとうございます。おいシゲ、お前ひかりちゃんのこと好きだろ。言い返さなきゃバレバレだぞ。まあまあ、さ、早く食べましょう。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。明日、しずえちゃんが来るんだけど。うちに泊まるの？そうよ。そうか。誰？やすこ姉ちゃんのお母さんだよ。昔ここに住んでたんだ。今日の晩ご飯はプリップリ美味しいエビワンタンとサバとキャベツの炒め物でした。私のこと取ってよ。テーマは？お任せするわ。じゃあね、シャチに襲われるアザラシ。はぁ？何それ。でもサイモンらしくてちょっと好きよ。シャチってパンダみたいで可愛いと思うんだけど。でもあの柄、私ならもう一色欲しいな。じゃあね、アザラシは真っ白な流氷の上に赤い血を流しながらゆっくりとシャチに食べられていくんだ。なるほど。12月の流氷原には海水が凝っていくキリキリという小さな音とシャチがアザラシを食べるシャリシャリという音だけが響き渡るのさ。素敵だわ。あれ？お姉ちゃんはシャチなの？アザラシなの？アズラシだよ。
私、ちょっと酔っ払っちゃったかも。あれ？お姉ちゃんはシャ、アイス食べたいなぁ。アイスアイスアイスって100回念じたら間違って空から降ってこないかな。アイスアイス、お姉ちゃん今日こそ牛乳買ってくれないかな。ねえ、明日はどこへ行けば面白いか占ってあげようか。じゃあ今日は5ね。1、2、3、4、5。はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。どう？奥沢の湖ってさ、大昔に江戸ば、ねえ、そういえば、入院しているお姉ちゃんが。え？何のことじゃ？診療所の病室にいるお姉ちゃんのことだよ。はて、あそこは長らく昼寝以外では使われていないはずじゃが。あれ？夢だったのかな？あれ？夢だったのかな？
さあ、僕くん、絵日記書いて、おやすみなさいしましょ。うん。おばちゃん、おやすみなさい。